こんにちは。今回は300万で買ったバイク。うわー、これは VFR RC30 じゃないですか。かっちょー。これ300万で買ったんですね。すげえ、めちゃくちゃかっこいいでっちゅね。だから、ね、その銀行がいらんって言ったっちゃ。あ、ほんと300万、マジ銀行から300万もらって買ったよね。マジで。で、この VFR400 なんですけど、350って言われて買ったやん。あ、マジでこれ、ま、400よ多分。あ、400円で、これ、なんとエンジンがね、スペシャルエンジンなんですよね。いや、分からん、分からんけど、なんかすごいね、いろいろされてる感じのエンジンになってますね。うひょー、かっこいいでちゅね。中華カウルのこの VFR ね、早速ね、走っていきたいと思います。もうせっかくね、VFR にね、試乗させてもらえるからね。このマフラーが、これ当時物のね、もうないっちゃう。ない、山本レーシング。ちょっとヤフオクで、あったー、ポチーン。ポチーンっつってね、ポチーンっつって。でね、タイヤはね、7年前のロッソ2が履かれてます。音もなく滑る。音もなく滑る。ちょっと気をつけて乗りますね。で、あれやね、次にね、なったら帰るもんね。ブレーキが赤パッド。止まらん。赤パッドはちょっと微妙らしいです。あ、これ。あら、ここ、ステムが。あ、これ、ツーベアリングが一等倍。これ、ステムが一等倍。あ、これ、ステムが一等倍。これ、ステムが一等倍。あ、下が見えるのダメもんね。あ、これステムが一等倍、ね、これ一等倍。よし、じゃあ早速ね、試乗していきたいと。よし、早速乗っていくぞ。よし、あれあれ、キーがオンにならない。あなた、イエーイ。あ、はい、すいません。じゃあ早速試乗していきたいと思います。これちょっとね、あの濃いめのセッティングになってるらしいですね。よし、じゃあ早速試乗していきたいと思います。下の方がちょっと濃いめのセッティングになってるらしく、サニーとか山さん以外は弱く4000回転以下はちょっとボコつくらしいです。なるほど。でも確かに、あ、どうぞどうぞ、先行ってどうぞどうぞ。でも確かに4000以下はちょっと濃い感じが分かりますね。うわ、でもやっぱこの音、いやー、めちゃくちゃかっこいいですね。あー、やばいなこれ VFR。 でもあの、以前僕 VFR と RVF に乗ったことあるんですけど、この VFR すごくて、めちゃくちゃ乗りやすい、めちゃくちゃ乗りやすいですね。コーナーリングもすごい曲がりやすいで、 NSR とかよりもシフトの硬さがすごい硬いですね。フロントフォークとかもリアショックもすごい硬くて、なんか不思議な感じで、なんかポジションがすごい広い、ハンドルが広いですね。 NSR はもっとあのこう細いんですよね。このコマちゃんなのがこれちょっと広いですね。うわー、うわー、楽しい。でもあのタイヤがね、7年前のタイヤだからね、ちょっと怖いですね。いやー、今日はね、久しぶりに鹿の島にね、出張に来てます。久しぶりの鹿の島、やっぱずっとロンズしてたからね、あの鹿の島ほんと久しぶりですね。いや、音がいいね。4000以下ではあんまり走らないでほしいと残ってたんで、あ、ベンツか、ありがとう。コーナーリングをね、やっぱね、乗りやすい。そしてね、 VFR ってハンドルが広いおかげか、こう体がすごい入れやすいですね。 NSR とか RVF がだときついんですよね。 RVF はタンクからこのカウルステーが出てるので、こう当たるんですよ、腕が。で、 NSR は逆にこうちっちゃすぎて動けないにゃんになっちゃうんですけど、これはね、すごい乗りやすい。ちょっと開けてみちゃおうかな。やべえ、めちゃくちゃ速い、速っ。これが 400cc のトルクか。すごい、
音が気持ちいい。でこれ今まではすごい NSR とか僕の NSR よりすごい速かったんですよ。なんかエンジンが結構スペシャルエンジンらしくて、まあ、あと多分年長が薄い年長になってたんですごい速かったんですよね。でも今はちょっと濃ゆめのセッティングにしてるらしくてちょっと遅い。いやでも速、めちゃくちゃ速いですけど、うわ砂やば、怖でも速いですけど、めちゃくちゃ速いんですけど以前よりは遅くなってるみたいです。いやーでもこう音が気持ちいい。これがね調子のいい VFR ですよ見た目もめちゃくちゃ綺麗でね。いやーこれよこれよ、音が、いいですね。しかもこれやっぱポジションがすごい楽、 NSR とかよりも全然楽。 NSR が普段やっぱきつく感じるな、これ乗った後乗ると絶対。あーでこの鹿の島ねすごい段差が増えたんですよ、しましま段差が。ちょっと走りにくいんですけど、でこれメーターもねこうめちゃくちゃ綺麗なメーターに変わってて、走行距離4万キロってなってるんですけど、これ4万キロ嘘で本当はもっと走ってないらしいです。エンジンもすごいエンジンに乗せ替えられてるっぽくて、であのサニー徳山さんが持ってた GSX-R はなくなって今これがメインのバイクになってますね。いやーすごい面白いですね。であの V4 のね一番のね難点だと思うんですけど、今走り出してまだちょっとしか経ってないんですけど、めちゃくちゃ熱いです足が熱いあのエンジンがここにあるんですよ、足のところにちょうど。だからこれがねすごく熱い。まだちょこっとしか運転してないのにめちゃくちゃ熱いです困りましたね。多分これ夏はすごくいいんじゃないかなと思います。いやサニー徳山さんすごいいいバイクを買いましたね。うわーやっぱなんかモリモリ走るなあ。でもなんかガバッて開くとやっぱり濃ゆいですね、すごいモコモコって感じになりますね。以前はもうちょこっと開けてもボンって走ってたんですけど、今はセッティング濃ゆめだからね仕方ないな。すごい低回転でも止まらずにクラッチ離すだけで進んでいく、これ面白いな、すごい。よいしょ、ハンドリングは重いですね、 NSR と比べるとちょっと重い。ハンドリングがステアリングがすごく重い感じがしますね。でもすごい気持ちよく走れます。イエー、てかなんかいつの間にか鹿の島工事とかしてるしもうなんか久しぶりに帰ってきてきた感じなので、なんか全然あれって感じですねあでもマジで気持ちいいな、やっぱ V4 サウンドですよね。これはいいバイクですね、本当面白い。やっぱコーナーリング性能もいいし音もいい、しかも見た目もめちゃくちゃかっこいい。もうこんなんもう悪口ゼロでしょ。でエンジンはスペシャルエンジンだしねあれですね、ブレーキ性能もあれなんですけど、まあ NSR より確かにちょっと悪いかな。これはパッドのせいだと思います。赤パッドが微妙なのかな、あんまり止まらない感じですね、フロントブレーキとかも。おかしいでちゅねいやーてかほら見て景色きれいきれいでちゅねー、おいたおいたおいた、お、やえチャンスですね。よえはい、ありがとうございます。よえ、いただきました。イエー VFR 本当に気持ちいいな。これあのすごいセルフステアがすごい効きますね、 NSR と比べても。エンジンのせいなのか、エンジンがこう V 型4気筒でこう置いてあるんですよね、こう。だからそれのせいなのかすごい集中してるんですよね、マスの集中っていうんですかね、こういうのはしてるので、なんかすごいコーナーリング不思議な感じなんですよね。こうここまでは普通に倒れますよなんですけど、ここまこっから倒すとギュワンって倒れ込むんですよ、ギュワンって。でうおーって思うぐらい急に倒れ込む感じのバイクですね。なので不思議な感じなんですよね。逆に NSR の V 型ツインっていうのはこんな感じなんですよ、見た目が。でこれがこう収まってるんですよね、こう。だからコーナーリング性能とかはなんかすごい全然多分違うもの、別物になってるんですよね。だからそれがちょっと不思議。あーてかあっこう足開いて乗らないときつい、超熱い。で太ももあたり汗かくぐらいありますね、これ熱い。いや音がいい、気持ちよすぎる。なんだこの音
やべえ気持ちいいでちゅんね。やっぱセルフステアがすごい、ハンドルがすごい切れ込む、勝手に。これ面白いな、 NSR とかだったら全然そんなことないのに、これハンドルがすごい切れ込むから面白い。ふわっふわって切れ込む、だからこれすごい。VFR とかやっぱこういう年式のバイクは楽しいですね。楽しいでちゅんね、時間を忘れてずっと走っちゃうな、気持ちいい。ちなみにあのマルク・マルケスが乗ってる RC213V っていうバイクがあると思うんですよね、 MotoGP で出てる。このバイクも V 型4気筒なんですよ。まあ仕組みは多分全然違うと思います、この頃の年式とかもそうだし、もう仕組みは全く別物だと思うんですけれども、もうほぼ同じエンジンだから音も似てるんですよ実際聞くと。まあこれはカムギアがついてるからフィュンフィュンっていう風に言うんですけど、向こうはしっかりもう V4 サウンドでマンマンマンみたいな。楽しいでちゅねすごっ。てかこれ僕最近まで知らなかったんですけど、このこれあるじゃないですか、タンク、これガソリンタンクなんですけど、ガソリンタンクについてるこれ、ガソリンを満タンにした後こうフロントブレーキクッてやって前に行くと、ここからガソリンがピュって飛び出すらしいです。これが飛び出すらしいですよ、すごい面白いですよね。よーし一周回りましたね。いやまとめはね、この VFR は音も良くてすごく楽しいし、コーナリング性能もすごいしっかりしてるし、もうなんか作りがやっぱしっかりしてますね。リアもプロアームなので、なんかすごい倒し込みが軽やかというか、すごい簡単にこうニュートラルで行っててもすごい、もうあのエンジンパワーでグッと抑え、二重をかけなくてもすごいしっかり回ってくれるバイクで、すごく楽しいですね。いやサニートラック山さんありがとうございました。めっちゃ人がいる。いやありがとうございました。ライトをつけて走ってよ。あライト今つけました。いやありがとうございました本当に。こうね VFR 見た目がめちゃくちゃかっこいいな。やっぱねこう RC30 はね伊達じゃない、やっぱ RC30、はい、あらここのカウルはほらあこれこれね、あの高速でねパーンってあげたらカウルがなくなっちゃいましたね。通勤はね RC45 やもんね。あなるほどね、通勤は RVF7 班で、これはこれ RC30、 これは町乗り用、町乗り用。総額何万 800万。いやめちゃくちゃ贅沢なサニー徳山さんでした。終わり終わり。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方も画面下のボタンから登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ずるくこれはね、あこうドラヘルのねカノピッピを連れてVFR に乗ってきたサニー徳山くんでちゅね。バイクの名前がいっぱい書いてある。あーなるほど、 VFR とかスーパーとかね。いっぱいありますね。 RC30 やけんね。 RC30 やけん。いやほんとフルローンやけんね。家打った。